大分パルコは、かつて、大分県大分市府内町にあった、株式会社パルコ運営のファッションビルである。JR 九州大分駅から約200メートル北の中央通り沿いに位置する大分開発ビルの地下2階地上7階部分に入居しており、店舗面積は約1万5000平方メートルであった。このビルは、地元企業などが出資する大分開発が所有する。 もので、同ビルの8から10階部分には、大分パルコの前身である西友大分店の開店時から、大分第1ホテルが入居していた。大分パルコは、1977年4月29日に、西友大分店を業態転嫁にして開店。2011年1月31日に閉店した。大分第1ホテルは、大分パルコの閉店後も営業を続けていたが、 2012年7月6日正午をもって閉館した。大分市は1964年に新産業都市に指定され、大分臨海工業地帯に企業が進出したことから、昭和40年代に人口が急増した。これに伴って、大ぶ駅前の市街地には、長崎や大分ジャスコ、道井、大栄といった中央資本の総合スーパーが相次いで進出し、 激しい競争を繰り広げた。このような加藤競争とも言うべき状況の中で最も遅く1974年に大分市に進出してきたのが声優であった。声優が出展したのは大分市の目抜き通りである中央通り沿いのかつて立つの金吾設計の日本銀行大分支店があった場所で、しかも地元で圧倒的な人気を有する。 百貨店時は遠いた駅との中間という、工場圏の立地であった。しかし、地の利がありながら、最後発であったことも災いして、顧客を開拓することができず、営業的に苦戦を余儀なくされた。開店から3年後の1977年4月29日、西優大分店は、地下1階の食品売り場部分を残し、同じセゾングループのファッションビルであるパルコに、 業態転換にし、大分パルコとして改装をオープンした。パルコの出店は、九州発であり、また、首都圏、京阪市以外では、札幌市、岐阜市に次いで3点目であった。業態転換当初には、声優の売り場が一部残っていたことを反映して、東屋に、パルコ声優パルコと声優とパルコの名称が、併記されていた。後に、声優は、完全に撤退している。 当時の大分市内の大規模小売店は、蒸気総合スーパー4店と百貨店の時輪の経営5店であり、これらの店舗がカバーしていない若年層向けの商品を揃えた大分パルコには一定の需要があった。また、1980年代の DC ブランドブームも大分パルコにとっては追い風となった。2008年2月29日には、ロフトの九州二号店となる、 大分ロフトが地下1階に開店した。しかし、1992年2月期には約116億円に上った売上が2010年2月期には約40億円にまで落ち込む見込みであること、賃貸借契約が2011年4月に満了すること、加えて福岡市の岩田や天神本店9本館後に福岡パルコが開業したことから、 2010年2月24日の取締役会において2011年2月末に閉店することが決定し、同日公表された。その後、10月15日に閉店を1月末に早めることが発表され、2011年1月31日をもって閉店した。テナントのうち約4割は移転し、そのうち16店舗は近隣の大分フォーラスに出店した。 また、残りの、約6割は、大分から撤退した。ビルを所有する大分開発では、大分パールコ閉店後も、商業施設としての利用を計画し、仮の企画の関連企業及び単成者に、当時の出店者との交渉や、新テナントの誘致を委託したが、2011年10月12日に、商業施設としての再開を正式に断念した。なお、 ビルの上層階に入居する大分第一ホテルは大分パルコの閉店後も営業を継続していたが商業施設の再開断念を受けて2012年7月6日正午をもって閉館した2012年9月6日大部開発は大分パルコが入居していたビル及び土地を医療法人めぐみ愛会に売却することを決定めぐみ愛会はビルを解体 新築して、現在大分市大手町にある大分中村病院を移転する予定とし、新病院を山市保育施設や商業施設を併設した複合施設とすることを検討していた。当初は2015年度の開業を目指すとしていたが、大分駅周辺の再開発に伴う交通整備計画が決定しておらず、救急搬送経路や駐車場の検討が遅れている。 こと等から、遅れが見込まれることを公表。2017年5月23日には、大分パルコア土地への移転を断念して、土地を売却する方針を発表した。2017年6月27日、大分市長、佐藤樹一郎は、大分パルコア土地を取得し、2019年の、ラグビーワールドカップ2019の、関連イベントのスペースとしての活用も視野に、 暫定的に広場としてを整備することを前向きに検討する意向を表明。大分市は入札で優先交渉権を獲得し、11月20日に23億2000万円で跡地を購入する契約を締結した。広場の整備事業の設計者はプロポーザル方式で選考され、2018年3月24日に行われた二次選考の結果、 建設コンサルタントサニー・ヒュマス・横溝ミこと、建築設計事務所、都市企画工房共同提案隊が最適任者に選定された。広場は、祝祭の広場と名付けられ、2019年9月7日に完成した。ありがとうございます。